ター的な動きを見せていましたが、その意図、狙いが徐々に見えてきました。第3の男としてアンソニー・グリーンを加えての新ユニット、グッドルッキングガイズ GLG を結成。団体、国内外問わず面白そう、かっけえなと思うやつらを発掘していく。そうです、個人としてだけではなく大きなうねり、ムーブメントを引き起こそうと指導する GLG の3名だ。いやー、井上さん、はい、新ユニットお披露目ですが、いや、もう絵になりますね。いや、かっこいいですね、この入場からもうお客さんみんなカメラ構えてね、撮ってますよね。さあ、新ユニット、このままプロレスリングノアを、そしてプロレス界を大きく大きく動かそうという集団、ユニットとしての戦い始め、仕事を始め、横浜。今ジェイク・リーがリング内へ。一番最初にゴールを受けたのはジェイク・リーです。GHC ヘビー級タイトル挑戦者ジャック・モリス、この男が帰ってきた、アンソニー・グリーン。さあ、斉藤選手、いやー、ジャック・モリス、いや、今バンバン出てない、ヘッドバット、いや、膝、このまま、いやー、ありがとう。ジャック・モリスの肉体が1回転、この葉のように舞いました。稲葉選手いいですね。いや、本当に斉藤選手、はい、稲葉気合充実してますね。そうですね、タックルに向けて気合十分ですね。はい、さあ、稲葉リベンジのチャンス来たと。いやあ、松木さん、今の打撃、いや、一発が重すぎて、いや、斉藤選手鋭くて重いですよね。さあ、上げるか、上げた、まっすぐ担ぎ上げて稲村、こんなでかい男、いやでも本当に松木さん、地響きでしたよね。横浜アリーナ揺れましたね。先に行けた、その劇場思い、さあ、やり返せ稲村、いいぞ、いいですね、なんかすごい迫力ですね。これはやばい、一発でこれ決め、ジャイアントキリング、これ一撃で谷口選手仕留めてますからね。さあ、1対1の構図だ、稲村見えてるか、ジークリーが突っ込んでくる、厳しい、ビッグブーツ、これは今までノアの、ね、いる選手とタイプが違いますから、非常に脅威になってくると思いますね。さあ、そして初お披露目の新ユニット GLG、 いやー、いいチームだったの。ここで会場内にビエを切る